ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。この前さ、夜中にコンビニ行ったのよ。その帰り道に、やけに騒がしいなぁと思って見に行ったの。そしたら、怖い見た目のスーツ着た人たちが、口論してたのよ。おお、霊夢は巻き込まれなかったか？私は、これ以上近づいたら危ないと思ったからすぐに帰ったわよ。にしても、あんなだだっ広い道端で大の大人が何してたんだろう。もしかしたらや、座かもしれないな。やっぱりそうだよね。あんな喧嘩を近くで見たことなかったから、鳥肌が立っちゃったよ。霊夢が知らないだけで、今までもや、座同士の抗争とかはあったみたいだぜ。この際だから、それについて話してもいいか？この際だからね、ちょっと気になるし。じゃあ今回は怖すぎる某、断事件5選を紹介していくぜ。それじゃあゆっくりしていってね。一つ目は手首ラーメン事件だぜ。はい、いきなり意味のわからない事件が出てきたけど。この事件は昭和53年に起きたそうだ。住吉連合金子会内部の抗争だったみたいだぞ。住吉会って聞いたことあるけど、どこを拠点にしているとかはわからないわ。東京都港区赤坂に総本部を置く爆徒系指定暴団らしいぞ。構成員は2600人で準構成員等を含めると約4200人だそうだ。6代目山口組、神戸山口組及び田川会とともに、公安委員会から主要暴団として位置づけられているみたいだな。なるほど、まあ私でも聞いたことがあるくらいだから。日本では結構規模の大きい暴団なのね。うむ、そしてこの事件の内容は、組長代行の地位と屋台の縄張り争いがことの発端だったそうだ。組内の幹部が幹部を、下、いわゆる暴団打ち下馬、陣ってやつだぜ。なるほど、地位の争いとかが原因だったのね。じゃあ他の暴団との抗争ってわけじゃないのか。で、その手首ラーメンって何のことを言っているのかしら？同年7月5日、警視庁赤坂署2組幹部が、陣容疑で逮捕されたそうだ。この事件で、兵庫県赤穂郡と岡山県和気郡の山中から、頭、胴、足などバラバラにされた遺体が見つかったらしいぜ。遺体の背中には、害された幹部の人と同じ入れ墨が入っていることから、被害者は特定できたみたいなんだが、ただ、手首だけがどうも見つからなかったそうだぜ。なるほど、それで手首って入っているのね。で、ラーメンの方は？後日、取り調べ官に追及されて、容疑者である幹部は自供したそうだ。そこで理由がわかるぜ。手首を残しておくと指紋から身元がわかってしまうので。手首は子分らがやっている屋台ラーメンの出汁に使い、煮え残った骨は金槌で砕いて捨てたと話したらしいぜ。おいおいおい、マジかよ。確かに指紋が特定できるのは手ってことはわかるけど、ラーメンの出汁にはならないと思うよ。それを実際に誰かが食べたって考えると、ああ、無理だわ。だな、ちなみにこの事件が報道されてからは、都内のラーメン屋さんの売り上げが激減したらしいぜ。そりゃ疑心暗鬼になるのも無理ないわ。もしかしたらこのラーメンにも、って考えてしまうもん。ぶっ飛んでいる事件だぜ。二つ目はブルースカイ事件だ。この事件は昭和34年8月31日に、神奈川県横浜市中区山下町のナイトクラブブルースカイで起こったそうだ。三代目山口組と鶴星会、後の田川会の暴団抗争事件だぜ。ほう、ちょっと事件の内容を話す前に、この暴団の説明をしてちょうだい。もちろんだぜ。三代目山口組は兵庫県神戸市に本部を置く暴団で、日本最大規模の指定暴団だ。組員数は約8200人で、山形県と広島県と鹿児島県と沖縄県を除く、43の都道府県に系列組織を置いているみたいだな。なるほど、聞いたことはあったけど、こんなに大きい組織だったのね。一方の鶴星会は東京都港区六本木に総本部を置く爆徒系指定暴団だぜ。先ほども説明したが、六代目山口組、住吉会及び神戸山口組とともに、公安委員会から主要暴団として位置づけられているみたいだぞ。なるほど、じゃあ関西の組織と関東の組織が横浜でぶつかったということね。まあそういうことだな。ちなみにかつては任侠団体が芸能界を仕切っていたそうだ。今は芸能人と暴団が繋がっているとなれば大問題だが、昔はそういった組織が芸能界を仕切っていたみたいだぞ。そうだったのね。ちなみに有名な方も繋がっていたの？昭和33年に神戸芸能社と名を変えた山口組芸能部は、美空ひばり、田畑義雄、山城慎吾などの興行の実権を握っていたそうだ。当時のトップスターのほとんどを手掛けていたらしいぞ。それは知らなかったわ。じゃあこのブルースカイ事件も、芸能人が絡んでいる事件なのかしら？その日は、田岡和夫、美空ひばりらはブルースカイで酒を飲んでいたそうだ。そして同じ日に鶴星会会員、佐藤義雄がブルースカイに入り、美空ひばりを見つけたらしいぞ。そして佐藤義雄は、ブルースカイの支配人を通して、美空ひばりに一曲の歌唱を頼んだそうだ。なるほど、ちょっと怖くなってきたわね。
田岡和夫のボディーガードは、佐藤義雄に、自分たちが田岡和夫と山口組組員だと伝えた上で、美空ひばりの歌唱を断ったそうだ。そこで、佐藤義雄と田岡和夫のボディーガード6人は、口論となるらしいぜ。ああ、そういうことか。美空ひばりさんは山口組との関係があったら、通政会に断りを入れて、そこから口論になるわけね。うむ、そして田岡和夫のボディーガード6人は、佐藤義雄を駐車場に連行し、拳銃を突きつけたそうだ。しかし、田岡和夫のボディーガードは、佐藤義雄が鶴政会会員だとわかると、手を引いたらしいぜ。ほう、ボディーガードも連行した人物が、まさか鶴政会の人間だとは知らなかったということね。その後、佐藤義雄は、鶴政会事務所に戻り、鶴政会幹部の林喜一郎に、ブルース会に田岡和夫がいることを伝えたそうだ。林喜一郎は、鶴政会参加組織に電話して、横浜駅から戸塚駅までの各駅に鶴政会会員を配置させて、田岡和夫を待ったらしいぜ。完全に逆襲をかけようとしているじゃない、やばいやばい。その一方で田岡和夫は、笹田一家の笹田正一総長から連絡を受けたそうだ。その電話で、横浜駅から戸塚駅までの各駅に、鶴政会会員が待機していることを知ったらしいぞ。そこで田岡和夫たちはタクシーで神奈川県鎌倉市大船まで行き、東海道線を使って神戸市に戻ったそうだ。ということは実際に鉢合わせなかったということ、何も起こらなかったの？その後、田岡和夫は、山口組組員150人を、鈍行列車で、横浜市に送ったそうだ。神奈川県警は、田岡和夫が山口組組員150人を横浜市に送ったことを知り、非常警戒態勢を取ったそうだ。東海道線の車内や通路で、職務質問や検問を行ったみたいだぞ。まあ、未然に防ぐことができたってことだぜ。よかったー、こんなに規模の大きい組織同士が街中で争ったら、一般人まで被害に遭うわよ。三つ目は女装ヒットマンだぜ。これまた意味のわからない名前が出てきたわ。組員が女装をしていたってことなの。まあ聞いてくれ、この事件は昭和59年から平成元年まで続いた。山一抗争と呼ばれる山口組と一和会の争いでのことだぜ。ちなみに一和会という組織は兵庫県神戸市に本部を置き、昭和59年6月13日から平成元年3月30日まで活動した日本の某団だぜ。なるほど、でちょっと気になったんだけど、山一抗争って何のこと？期間を見るとかなり長期戦の構想だったみたいだけど、この説明は長くなるから後ほど説明するぜ。了解。で、事件の内容に戻るが、山口組傘下の組織テルミチ会で最末端構成員をしていた清山という人物がいたそうだ。彼は一和会の幹部を仕留め、なんとか一旗あげようとしていたらしいぜ。だが敵幹部に近づくチャンスさえもらえず、半ば諦めかけていたそうだ。しかし、行きつけのスナックで女装をしている他の客を見て、清山はある計画を思いつくらしいぜ。なるほど、どうにもチャンスが舞い込んでこない中、女装している人を見てある計画を思いつくのね。ヒヤヒヤしてきたわ。徐々に女装にはまっていった彼は、風に勤める知り合いの女性から、女装のための道具や衣装を借りたそうだ。そしてちょうどその頃、赤坂進という人物がそのスナックに来るという情報を嗅ぎつけるらしいぜ。うわ、こんな偶然なことってあるのね。清山にとっては絶好のチャンスってわけか。うむ、そして赤坂がそのスナックに来るんだが、もちろん清山の顔なんて知るはずがないよな。赤坂もオカマホステスを自分の席に呼ぶようになり、清山は赤坂に女性を紹介するまでに仲良くなっていくんだ。徐々に距離を詰めていってるわね。後日、赤坂の好みの女性が店に来るからと、清山は赤坂に電話してスナックに呼び出したそうだ。そしてその日、銃の扱いに手慣れていた山本という人物も同じ店に呼ぶらしいぜ。やばいやばい、じゃあこの日が決行日ということね。そして、赤坂は二人の組員を連れて店に来たそうだ。もちろん、好みの女性という話は嘘だから、来るはずがないぜ。三時間もの間、赤坂は女性を待ったが、とうとう嫌気がさし、帰ると言って立ち上がったそうだ。その直後、カウンターに座っていた山本が、銃を発射したらしいぜ。出た、山本って銃の扱いに慣れている人よね。うむ、発射された弾は赤坂と一人の組員に撃ち込まれたそうだ。その後清山が残りの一人を包丁で刺したらしいぜ。うわぁ、撃たれた人と刺された人は無事だったの。銃弾を受けた二人が亡くなり、刺された組員も重傷を負ったみたいだな。最終的には清山と山本は逮捕されたらしいぞ。そりゃあ逮捕されるわよね。本当に日本で起こった事件だと思えないわ。判決はどうだったの？清山に懲役15年、山本には無期懲役の判決が下ったそうだ。ああ、ちなみに清山は多大な戦功を挙げたとして現在、テルミチ会の会長となっているみたいだぜ。ああ、その世界では称えられることなのね。マジで想像以上の事件だったわ。四つ目は山一抗争だぜ。
女装ヒットマン事件に関してもこの抗争から起こった事件だったらしいぞ。さっき少し話していたよね、相当大規模な抗争だったんでしょ？うむ、1984年8月5日から1989年3月30日にかけて、山口組と一和会の間に起こった暴弾抗争事件だな。計317件の抗争事件が発生し、一和会側に、射109人、負傷者49人、山口組側に、射10人、負傷者17人を負ったそうだ。さらには警察官、市民に負傷者4人を出し、合計560人の逮捕者が出た抗争だったみたいだな。次元が違うじゃない、もはや小規模の戦争並みね。何がきっかけで抗争になってしまったの？1984年8月5日のことだぜ。和歌山県東室郡串本町の鳥羽で、山口組系岸根組組長岸根俊春が一和会境組串本支部若頭補佐し尾崎進をし、したんだ。この事件をきっかけに、抗争が勃発するらしいぜ。なるほど、相手の組の補佐を、したことがことの発端だったわけね。うむ、そして対立は、山口組の後目相続をめぐって起きたそうだ。三代目の田岡組長は1981年に、某、組は幹部会で、竹中組長を四代目と決めたが、それを不満とする一派が、決定を拒否して分離し、一和会を名乗ったらしいぜ。なるほど、賛成派と反対派に分かれたってことか。そしてこの抗争が317回も起き、死者25人、負傷者70人を出す事態になったってわけだな。2年にわたる抗争で、山口組は一和会を解散させたって話だぜ。さすがに規模が大きすぎて、警察も相当苦労しただろうね。こういった世界じゃ跡目争いのために命を奪い合うなんて当たり前ってことか。最後の5つ目は六本木クラブ襲撃事件だぜ。この事件は2012年9月2日午前3時40分頃、六本木共同ビル2階に位置するクラブフラワーで起こったそうだ。来店客の男性が、金属バットを持って、店内に乱入してきた10人ほどの目出し帽姿の男らによって袋叩きにされたらしいぜ。金属バットを持った10人に袋叩き、そんなの旬、じゃないの。ああ、もちろん男性は亡くなってしまったらしいぜ。死因は頭蓋骨損傷による失血死または脳幹部損傷とみられ、他同席していた友人2名も殴られ軽傷を負うに至ったみたいだな。クラブで起きた事件ってことは、会場は相当な騒ぎになったんじゃないの？想像以上に怪我人が多くなりそうだけど。店内では音楽イベントが開催されており、大音量の中で500人から600人の客が居合わせていたらしいぞ。ただ、VIP ルームでの出来事であったことから、ほとんどの客が事件に気づかなかったみたいだな。これがもし、普通のエリアで起きていたら、まあ予想はつくだろうな。数百人が怪我を負っていただろうね。パニックになって全く関係のない人同士が喧嘩とかしそうだし。だな、男性3人、女性2人の警護名とともに、史跡にあった被害者を男らは無言で吸収したそうだ。およそ1分間にわたって集団で一方的に暴行を加えていたみたいだぞ。なるほど、でも被害に遭ったうちの2人は女性だったんでしょ？女性の暴、断言って珍しいと思うんだけど、どことどこの抗争だったのかしら？それがだな、実はこの襲撃事件、暴走族グループ関東連合と他グループとの対立抗争に絡んだ、人違いにより起こった事件とされているんだ。人違い、一般人を間違えて襲撃してしまったの、関東連合は私も知ってるわよ。有名な反、で集団のことよね。芸能人とのいざこざも今まで注目されてきているよな。だよね、にしてもまあこんな勘違いが起きてしまうのね。バットでボコボコはさすがにヤバすぎるわ。ということで怖すぎる某、弾事件5選を終わりにするぜ。最後までご視聴ありがとうございました。